ヨーブラザー知らせゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は新しい情報がね、公開されました、古劇のショーとでも呼ぶんでしょうかね。これはまあ条件がありまして、冒険者ランク26以上で、まあ前回冒険者ランク40以上で、タルタリアのこのまあイベントがあったと思うんですけども、この任務ですね、これをクリアしている方が、まあ、限定で受けられるということになります。だから皆さん頑張ってレベル40以上になって、まあ、迫る客船の方までクリアして、これもやってみてください。もしね、全然足りない方でもね、これ全然期間限定クエストではないので、まあ、ゆっくりやってもいいんじゃないでしょうか。まあ、これが今日ね、公開されたものなんですけども、まあ、プラスして累計ログインとキャラクターのお試しイベントですね。お試しイベントが公開されました。で一応このホームページでしっかり公開された情報なんでお伝えしたいと思います。でこちらランク5以上の方が受けれる、まあ、日々ログイン、1週間ログインすると、まあ、原石200もらえたりとか、まあ、300、合計300と、あとは、まあ、深海用素材とかね、必要なモラ、これは手に入ります。ぜひやってみてください。で次なんですけども、お試しキャラ、今回実装される勝利と深淵プラスしてもう実装済みのレザーと超運、この体験キャラがね3体と、まあこちら勝利さんということなんですけども、なかなかね面白いですよね。体験キャラ3体の実装、ピックアップ、これはかなりいいと思います。ただね、使い方とかをちゃんとこれで試してから引くかどうかを決めた方がいいとは僕は思います。はい。で今回レザーが実装されます、超運が実装されます、深淵が実装されます。体験キャラですよね。だからやっぱりこういう物理系のキャラと相性がいいのが勝利なのかなとも思いますし、深淵自体もその能力を上げる能力があるのかなと僕的個人的には考察して前回動画で上げさせていただいてます。でレザーなんですけど、今回実装されるこれは僕はもうレザー推しでね、もう原神始まってからずっと推してて、動画もいっぱい出してきてますね。生放送でもね力説してるんですけども、今回レザー持ってない人、あるいはとつりたい人、あとは前回のショップで手に入った旧貴族の体験、もしかしたら体験キャラのピックアップがバンバンバン多いです。なので旧貴族の体験って結構体験使いには美味しいというか強い武器なんですね。もしかしたらスター交換で復刻する可能性が僕はあると思ってるんで、もしレザーを手に入れて、例えば狼の末路とか強い武器を持っていないのであれば、まあレザー引いて旧貴族の体験なんとか1本ぐらいは手に入れたいというような内容だとね、僕個人的には思います。ぜひ試してみて、レザーやっぱ強えなとか思ったら、ちょっと引いてスター貯めておいていただければなと思います。はい。まあ正直飛天追い後の剣とかでもいいんですけど、やっぱり会心率とかの問題もあるんで、それをねいっぺんに解決できる旧貴族の体験とかっていうのはかなり僕は、1本持っててもね全然損しないんじゃないかなっていうような考えを持ってます。一応今回実装されるのはこちらの内容です。一応ここら辺もね全部試してみて、ここら辺のお得な無料でもらえるセットも手に入れてみてください。ではまあ新情報こんなもんですかね。火曜日の12時でしょうか、これの実装、またお昼から放送の方していきたいと思いますんで、ぜひ来てどんなキャラなのかなと、生放送でね実際使ってみて考察とかしたりするタイプなんで、よければ一緒に考察して情報交換して、夜のガチャね引くかどうか決めてください。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。グッバイブラザー。